先祖霊に対する供養の仕方についての反応がすごく多かったんですね。その先祖供養も別に亡くなったからって言って、その亡くなられた方が偉くなるわけでもないと。霊的に偉くなるわけではない。ただ霊人になるだけで。ということで、じゃあ、すると今までやってた線香をあげたり、位牌に手を合わせたり、お供え物したりするっていうことが不要になるのかなっていうふうに考える方が結構もちろんいらっしゃって、で、それすらも今の話の流れでいくと、まあ、位牌が欲しいんだったら位牌に手を合わせてもいいし、線香あげたいんだったらあげてもいいし、それはそれぞれのやりたいようにやればいいだけであって、要は、個人個人のその心の中の問題で、その亡くなられた方が、を心に思い浮かべて、まあ、例えばお父さんのおかげで今も元気に生きてられるよとかって声かけてあげられれば、それも儀式儀礼じゃなく、それでいいんですよっていうことでいいんですかね。そうですね。まあ、霊人対自分の関係性が良好であればいいわけですよ。まず霊人というものを認めれるかどうか。ね、いるということを当たり前に理解できるか。いるということを当たり前にできたならば、どうコミュニケーションを取るかですよね。それって、普通に考えたら多分声に出して話しかけたりしますよね。おはようございます。行ってきます。とか。多分、生きてた時と変わらない。まあ、そういう親しく付き合えれればいいんでしょうね。いるとして。そこは、家にいると考えれるのか、自分と共にいると考えれるのか、どっかから見てるくれてると考えれるのか、それは個々の自由ですよね。また霊人もそれぞれ違いますからね。早い人だったら生まれ変わる人もいるし、何百年、何千年変わらないでいる人もいるでしょうし、地球に生まれ変わる人もいれば、他の星に生まれ変わっちゃう人もいれば、そもそも自分のそばにいてくれると思ってたけど、個人は全く自分に興味なかったとか、ね、そういうのもあれば、ありますよ、いろいろ。全く人に興味がなくて、あちこち旅しまくってる霊人もいれば。だから、どうなりますか、どうしてますかってのは全員個々違いますからね。ただ言えるのは、先祖を祀るっていう、祀るってなんだろうなって。崇拝っていう、イメージが強いですよね。何回も言っていることですけど、なんだ、10代前で2000人いて、20代前で200万人、30代前で20億、40代で2兆。知らないでしょ。そんな存在感。ね。まあ、一つ一つ丁寧に考えたら自分が理解できる、想像できる、存在たちしか想像できないですよね。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん。まあ、多くて、ひおじいちゃん、ひおばあちゃん。またそこで親しかった人、親しくなかった人。親しくなかった人に手合わせれないでしょ。合わせる気にならないですね。親しかったから、なんか気になる。どうしてんのかな、見てくれてんのかな、もう生まれ変わったのかな。でも多分そこの情念ですよね。思えるのは。それらを先祖っていう表現ならば先祖なのかもしれないけど、僕は親しくしてたまで亡くなった方っていう表現になりますね。それ以前の、その、とてつもない数の膨大な量の霊人がみんな自分を見てるかったら、なことない。というか、もっと考えると、自分ももう、何回も何十回も生まれ変わってますから、
その過去の中には、点々としているわけでしょ。さっき言った、40代前で2兆ですよ。その他に何回生まれ変わってきてるかって話ですよね。うん。じゃあ、過去世の自分を崇拝するって何かになりますよね。ね。会ったこともない、いるかどうかわからない人を崇拝してる。これもおかしい。過去世の自分を崇拝するのもおかしい。じゃあ、先祖崇拝って何？おかしいですよね。うん。だから、親しかった人が亡くなった後も、自分のそばにいてくれてるんだってなると、嬉しいですよね。ありがたいなと思いますよね。自分の幸せを願って、なんかしてくれてんだろうなと思うと。そこに対してはいつもありがとう。うん。こうしたい、ああなりたいんだ。助けて、ね。お力添えください。なんか普通にこう、お願いできますよね。そこはなんか自然に思えますけどね。うん、じゃあそこの話しかけ方っていうのは、うん、もしも目を閉じて想像できるならば、ね、そこの想像した姿形に話しかければいいし、まあリアルにこう写真見ながらでもいいし、うん、それは自由なんですけどね。まあそこに何だろう、写真じゃなくて、ね、ちょっと立派なものの中に、ある何かを拝みたいんだったら、それはそれでもいいし、いや、家の中じゃダメ。外に行って拝みたいんだったら、外にどっかする場所を作ればいいんでしょうし、それは個々の自由ですよね。うん。誰かに見立てたものを拝みたいんだったら、それでもいいけど、うん。その場所に行って拝みたいんだったら、それでもいいけど、うん。まあ、思い浮かべ出て、話しかけて、もしもすぐにそこに行ったならば、楽でいいですよね。うん。だから別に否定する気はないんですけどね。うん。信教の自由ですから。うん。で、死んだ人がそばにいるわけでもないしね。呼んで必ず来るとも言えないですしね。さっき言ったみたいに、個々、個体性があるので。自分がその方を強く思えば、呼ばれたように近くに来るっていうことはない？ありますよ。うん。でも全部が来るわけではないです。うん。うん。相手にも選ぶ権利がありますから。メールに出るか出ないかみたいな。ね。自分は好きだけど、相手は好きじゃないかもしれないじゃないですか。ありますよ。だから生きてた時どういう関係だったかが多分ほぼ答えですよ。それはその人にしか分からないじゃないですか。うん。ものすごく愛し合ってた人だったら、ほぼほぼそばにいますよ。うん。すごい仲良かった人だったとしても、そばにいたりとか、呼んだらすぐ来てくれますよ。そうでなかったら、まあ、ほぼ来ないですよね。相手は興味ないですもん。うん。うん。何回も何回も言って、こうだからって納得してもらって、来てくれるものだと思った方がいいじゃないですか。親しくない人だったら。うん。だって有名人に会いたいからっつって、ただ自分はファンだからって言うで、来ないですよ、普通。稀にそれでも来てくれる存在いますけどね。うん。稀ですよ、そっちは。うん。僕だったら死んで、知らない人に来てくれって言われても行かないですよ。だから知らないもん。そうじゃないですか。知ってる人だったら別ですよ。うん。同じだと思うんですけどね。うん。だから、祀るというより、亡くなっても、親しき関係のものは、生まれ変わるまではそばにいているのだっていうことで考えれば、普通に話しかけますよね。うん。そこにもまた儀式、儀礼的なものはあんまりいらないですよね。ねばならぬってのも誰かが作ったものですもんね。肉体がないから食べないし飲まないし着ないし、うん、ただ何かをしてあげたいっていう気持ちはわかりますよ、個人に対してね。うん、だからそれは
なんだろう、自分の気が済むようにしたいっていうことだけですもんね。それは自由ですよ。うん。だから線香をあげるとか、ろうそくに火灯すとか、なんか鳴らすとか、それは個人のためにはならないんです。自分の中で納得したいんですよ。うん。で、確かに愛するものがなくなると、なんかしたくなるんですよ。気を紛らすためにね。それはだから自由ですよね。それはまあ、自分を癒すためならば、何をやっても自由である。うん、個人にとって喜ぶのは何かって言ったら、話しかけること。親しく。うん。それは自分のことを思ってくれてるってことですもんね。それは嬉しいですよ。うん。ならば何かをするってよりも、親しく話しかける行為。うん。それは自由ですよね、形は。時間も関係ないし、毎日でもいいし。うん。レジは基本的に暇ですから。うん。で、話しかけられたら瞬時で、来る人は瞬時で来ますから。瞬間移動の世界ですしね。でもいない人はいないんですよ。言ったみたいにね。うん。それだから、一概に全ては呼べば来るという言い方にもならないです。うん。ただ、こう、親しかった存在であるならば、なんかいるような気がするっていう感覚的なものは分かるはずなんですよ。うん、必ずね。うん、何かを感じる。察する。うん、それはいるんですよ。うん、いないような気がする場合はいないんですよ。うん、相手もどっか行ってんだろうなとか、うん。話しかけるというよりね、思うってことで瞬時につながる世界です。テレパシー。声に出さなくても大丈夫。うん、声に出さなくても瞬間で届けます。うん、霊に対してはですね。だから霊はだからこっちに合わせてくれてるからですよ。喋り終わるまでずっと待ってくれてる。もう喋る前に分かってるんですけど。うん。だから思うことが瞬時にして相手に届くってことを考えたならば、何を思うかっていうところがすごく大事ですね。儀式儀礼ってね、嘘だったりするじゃないですか。めんどくさいなとか、早く帰りたいなとか、なんで今日なんだよと。全部聞こえてますよ。うん。うん。ね。だから全部そこが見られてるってことを理解したならば、どうあればいいのかなって。うん。それはもう死んだ時から始まるんですよ。いわゆる心が全て読まれてると思うんです。それ答えですよ。霊人になると相手の心が瞬時に分かるものになるんですよ。そこから想像できますよね。なんでこの人来てんだろうとか。ああ、別に来なくてもいいのにこの人。なんでこんなことやってんだろう。お金かけて時間かけていらないのになとか。霊人からするとそう思ってる人多いですよね。じゃあ、ほぼほぼ生きてる人側の都合なんですね。うん。うん。それも大事だっていう視点で見れば大事でしょうね。うん。ね、悲しみをいかにして癒すか。時間かかりますからね。言えるまでにね。そのためにありまったこれもやったっていうことで、自分を納得させたいっていうね、人も多いですからね。うん。僕もだから自由ですよ。ただ、ねばならぬって教えるのは、虚偽ですよね。はい。ありがとうございます。よーくわかりました。